そして高速道路入りました。行ってみましょう。スペック。おお。この車を欲しいと思って買いに来るお客さんは、ノートとちょっと違うのかもしれないですね。そうですね。お客さんの層が違ってた。さてではポロから乗ってみましょうか。はい、乗ってみましょう。行きましょう。まあ、これはデュアルクラッチトランスミッションの DSG なんですけれども、はい、まあ、昔の DSG と比べると随分滑らかになりましたよね。そうですね。前はちょっとねギクシャク感がある時もありましたけどね、うん、だいぶ洗練されましたよね。そうですね。で今日乗ってるこのハイラインのホイールサイズいくつでしたっけ。はい、16インチでございます。1955516でございます。はい、はい、55の16か、はい、まあ、まあまあたわみもありそうな感じの。今となっちゃ16インチって聞くとなんか牧歌的ですよね。いいな、このぐらいがいいなと思います。そうですよね。本当に昔で言えばね16インチって結構大きかったけど、そうそう、でも今ね結構段差がある場所走ってるんですけど、はい、こういうところの乗り越え感いいですね。うんうん、こうやっぱドイツ車っぽいこう硬質な感じはあるんですけど、うん、別に強いショックが伝わってくるわけでもないしね。ねえ、うん、そう、なんかそのショックの受け止め方は優しい感じ、うんうん、ただねこういうちょっと荒れた路面を走ってる時は、うん、結構このタイヤの表面の部分から伝わる、うん、なんかこうザラつきみたいなものは、うん、ちょっと意外と素直に伝えてくる感じがするですね。さあ今赤信号になってエンジン止まったんですけど、この後ですよ藤友さん、この後の発進がどうなるかなんですよね。なるほどね。はい、青になった。いきます。これです、これ、これ本当だ、これなんですよ。なんか今アクセルに足を乗せて、はい、ちょっとスッてこうなんか唐突に前に出た感じありましたね。そうなんですよね。これアイドリングストップからの再発進で出やすいんですよね。なるほどね。まあなかなかそのトルクの制御って難しいところがあると思うんですけどね。うんうんうん、ちっちゃいですね車がね。そう、大きくなったとはいえ、まあ、そうなの、そうなの、まあ、プロとしては大きくなっちゃったんだけど、うん、まあ十分走らせやすい。やっぱ日本の環境は B セグメントよね。そうよね。ねえ、僕 B がとってもいいと思います本当に。本当、うん、さあ高速道路行きますよ。さあ高速道路どうかな、うん、なんかすごく久しぶりに乗ったので楽しみですね、うん、さあ料金所のゲート、うん、こういう場所もなんかプレッシャーが少なくていいですね。いいですね。うん、スイスイ行けちゃう。さあ加速。おお。このエンジンは、はい、いわゆる1リッターのターボ、うん、直三ターボなんですね。そっか。そう、3気筒ターボなんですねこれね。でそのスペック見ると、はい、95馬力の175ニュートンメーターでございます。うん、でも車重が実は1160キロ。うん。でここでオーラ出しちゃうんですけど、オーラの車重って1260キロなんですよ。あ、ちょっと重たさがあるんだ。そう、100キロ重いんですよね実は。結構重いのね。そうなんですよ。まず驚かされるのが、うん、3気筒、本当に3気筒なのって感じしません？そうよね、本当ね。ねえ、うん、なんか3気筒ってもっとブルブルしたりとか、そう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 、ゴロゴロしたりとか、うん、なんかあんまりこう高級な感じとは程遠いイメージなんですけど。ですね。そこはすごくうまく使ってますよね。でも路面が良くなると、うん、なんか音も静かになったりとか。あ、確かにそうですね。そうなんですよね。今アクセルオフで惰性で流してる感じ、下り坂なんですけど、はい、こういう場所は静かですね。そうですよね。でもねちょっとやっぱ路面が荒れ出すとゴロゴロしてくる、うん、ですね、うんうん、あ、でもちょっとこのわずかにハンドルを切った時の車体の安定した姿勢とか、うんうん、そういうところはやっぱりドイツ車だなって感じですね。これやっぱりフォルクスワーゲンっぽいこうなんていうんですか、洗練された走りありますよね。ね、もうスッと切れる感じが。そう、うん、でねハンドル見ててもらうと分かると思うんだけど、はい、修正打が本当に少ないですよ。なるほど。もうね本当1ミリも動かさずにスーッとこのいける感じとかね、うんうんうん、でそのわずかに何ミリか動かしたところで、うん、思い通りに車が向きを変えていく気持ちよさとか、うん、ですね。これはねやっぱり小さい車だけどドイツ車だなって感じする。でこういうカーブも今下り坂のカーブなんですけど、はい、こういうとこも本当に安心して流せますね、うんうんうん、
乗り心地も落ち着いてるし、やっぱフラットだし、うん、まあドイツ車っぽい硬質な感じが好きな人は、うん、本当ねやっぱりポロいいよねって思うと思いますこれは、ね、うん、あとやっぱり前後も低めで、うん、幅も結構ワイドでしょ、うんうんうん、だから安定してますね車体の動きも。そうですね、不用意にこう頭が揺られるような感じとかもないし、うんうん、そういうところは、うん、まあ3ナンバー化しているけれどもすごくそのメリットが生かされている感じはしますよね。そうですね、アクセル踏んでみましょうか。踏んでみましょう、合流、えい、うん、なんかねすっごい速いってわけじゃないんだけど、うんうんうん、ちょっと遅れながら回転がパワーバンド入ってくるとって感じですね、うん、アクセル踏んでワンテンポありますね。やっぱり下級のタイミングとかもあるんでしょうけど、ね、うん、まあ、そこはまあ1リッターの限界なのかもしれないけど、うん、まあ、普段は燃費よく、しかも1リッターだったら自動車税安いじゃないですか。安いですよ、ね、今2万円ぐらいかな、軽自動車の次ですからね。そうですよ ね、 ね、それが 1. 何リッターとかになっちゃうと、はい、3万円台とかになっちゃうと考えれば年間1万円以上違うのね。そうですよね、だそう考えるとやっぱり1リッターの意義って大きいですよね、うんうん、これ追従クルーズコントロールついてるんでしたっけ。あ、ついてるついてるついてる、ちょっと使ってみます、使ってみようか。これでスイッチ入れて、はい、あ、これで車速、あ、できたできた、セットできた、はい、これで車間も調整できるんだ。まあ、今車が前にいないんだけど、まあ、自然な感じで走ってる感じがする。センタリングも大丈夫そうですか。センタリングはどうだろうね、間違えちゃった今更ワイパー動かしてなんかすごいビシッと真ん中走ってるって感じではないけど、あ、こう今ねちょっと R があるコーナーですけど、うん、あ、でも車線にこう当たりそうになるとスッとこう行く感じ、うん、戻ってくる感じ、うん、なるほどなるほど。メーターちっちゃいねこれ。そうですねまあもうちょっと車速の数字とか大きい方が老眼の人なんかはねいいのかもしれない。そうですよね、まあ、前方のフロントの視界からパッと目を移した時の、うん、まあ、焦点の合わせやすさという意味ではもうちょっと大きい方がいいかもしれないですね。そうですね。ではでは、なんか受注状況が3週間で1万台を超えたという。おお、すごい、こんな高いのに売れているという車オーラ、行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、じゃあ早速、あ、これあれですね、シフトバイワイヤーなんだですね。ね、先進的、そして電動パーキングですね、うん、はい、はい、じゃあ行きます、行ってみましょう。おお、電動感ありますね。ありますね、本当。今ちょっとモーターだけでスーッと前に走ってますね。走ってますね、うん、まあ、エンジンがかかってなかったりすると、うんうん、本当静かですよね。そしてこのアクセルに連動する感じで、うん、タイヤが丁寧に前に転がっていく感じで、うんうん、踏み込むとまた力強くグリップしながら前に車が押し出されていく感じ。やっぱりなんか電動ドライブ感っていうのがこの e パワーの魅力ですね。ですね。今日 FF でしたっけ。 FF でございます。タイヤは見たら17インチでした。そうですね、うん、乗り心地もまあポロよりワンサイズ大きいんですけど、うんうん、当たりは柔らかい感じがしますね。そうね、かなりね、表面の当たりは柔らかい感じがする、うん、ただね、マンホールとかちょっと突起のある場所を乗り越えた時に、ね、そう、うん、こういうところの入力はね、やっぱり伝わってきますね。ですね、やっぱり車が重いっていうのはあるかも、うん、そうですね、100キロ重いですから ね、でさらにタイヤのたわみ分も16インチより少ないって考えると、うん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 、まあ、そこはちょっと伝えてきやすい部分かもしれないですね。ね、ただその割にソフトですね、確かに。そうですよね。ね、うん、優しい、うん。あとね、シートに座った時思ったんだけど、はいはい、ポロってなんかすごくファブリックの部分もこうしっかりとしたファブリックシートで、うん、こうカチッと形が決まったファブリックですよね。そう、うん、でそこに体が収まった感じはすごく気持ちがいいんだけど、うん、こっちはね、当たりがすごくソフトなんですよ。ソフトですね、これはね。なんか優しく体を受け止めてくれる感じが、うんうん、なんか、あ、優しいなって感じする。そうですね、ね、うん、今、両肘僕、贅沢にも使わせていただいてるんですけど、置く場所、うん、あ、私の分取ってるんですか。あ、すいません、ごめんなさい
なかなかこうソフティーですね。ああ、うん、やっぱそういうなんとなくこうくつろげる感じっていうのいいですよね、うん、なんかこのドア側に腕を置く部分も、うん、結構厚みがありますよね。ありますね、確かにね、ファブリックが意外とずれにくくていいのかも。そうかもしれないですね。ね、うん、うん、あでもすごいモニターもやっぱり大きいし、画面が、あとフラットパネル感がすごくあるから、うんうん、先進的な感じがしますよね。そしてちょっと本木のねぽいパネルがあって、そうやっぱこうモダンリビングにでかいテレビ、うんうん、最近それハマってるんですけどはいはいはい、はい、そういう感じがするなと思って。受注状況を見たら、うん、8割がプロパイロット BOSE サウンドシステム含むセットオプションをつけてるそうですね、うん、8割が選んでるの。そう、そして G レザーエディションも7割超え、すごいね。みんなつまり一番高いの買ってるってことなんですよ。だってさ、プロパイロットのセットオプションって、うん、ノートの時あれセットオプションにして高すぎるから、そうちょっと売れにくかったとこあったじゃないですか、うん、これがねやっぱオーラのお客さんの場合はちょっと違うみたいですね。やっぱりあれですね、ダウンサイザーが結構多いのかな。これですね、これ一クラス上の車から乗り換えてくるような、そういうことかもしれないですね。ね、うん、あでもすごいですね。だってその BOSE のサウンドシステムと、うんうん、プロパイロットのセットでいくらでしたっけ。ね、40万近いんですよ。すごいよね、34万とかですね。それを買わせてしまう車の魅力ってすごくないですか。すごいですよ。やっぱりオーラってノートオーラって言われるだけあって、うん、ノートのメカニズムとかボディをベースにしているじゃない、はい、そうですね。でインテリアなんてこの、まあ、加速の部分とかちょっと違うんだけれども、はい、基本的にはノートと変わらないのもあるし、基本構成は一緒なんですよ ね、 ね、うん、なんだけどやっぱりそのこの車を欲しいと思って買いに来るお客さんは、うん、ノートとちょっと違うのかもしれないですよね。そうですね、お客さんの層が違うそれじゃないかなと思って。そうそう、でもやっぱりさ、あれじゃない、車の価値って、うん、このサイズで運転しやすい方が嬉しいんだけど、うん、でも小さいからって安っぽいじゃなくて、うん、やっぱり欲しい価値を詰め込まれたものであれば欲しいと思う人はちゃんといるっていうことですよね。プレミアム感を感じてるんでしょうね、これにね。そう、さあ、そして高速道路入りました。行ってみましょう。加速スペック、おーおお、あ、んスペック確認しましょうか。はい、しましょうしましょう。重さは1260キロと言ったんですけど、はい、モーターの馬力が136、うん、100キロワットですね、うん、でトルクが300ニュートンメーター。そんなにあるの。そうなんですよ。あれさっきの1リッターのターボのポロは170ぐらいだったっけ。175、つまり倍近くあるんですよ。そんなに違うんだ。今の加速がまさにそれでしたね。すごいね。100キロ重かろうが何だろうがっていう感じがしますよ。そう、なんかね、うん、ボディの重さは全く感じなかった。ね、ね、アクセル踏んでそこに連動する形ですぐさまトルクが生まれてくる感じ、ね、みなぎってきますよね。そう、でもね、なんか唐突感がない、うん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 、ちゃんとなんか後からぐっとこう来るような、うん、なんかこう安心感というか、うん、そういうのはうまく演出してますよね。あとノートと決定的に違うのが、うん、結構静かなんですよね。やっぱガラスとかいろいろ使ってるのもあるんだと思うんですけど。確かにそうですね、うん、やっぱそこはちゃんとプレミアムコンパクトということで、うん、意識してるんじゃない。そうですね。で特に e パワーハイブリッドシステムですけど、うん、モーターで走る領域結構大事にしてるから、うんうんうん、そこの作り込みはすごくしっかりしてる感じありますよね。そうですよね。やっぱエンジン音当然しないですし、そう、うん、で結構今の新しい第2世代の e パワーって、はい、その振動ある時にうまくエンジンを回して発電して、そう、ね、平らで綺麗な場所を走ってる時は、うん、なるべくエンジンをかけないようにするっていう、その快適性を意識させる部分はモーターでうまく走らせるっていう。誰が想像したでしょうかですよ、そんな制御を突っ込んでくるっていうのは。本当ね、僕はちょっとその制御を聞いた時、あそういう人いるんだな、そういうこと考える人っているんだなと思って。ね、いやでも本当完全にエンジンは発電役に徹してるわけですけど、うん、すごくこのモーターの制御もうまくいってるし、うんうん、スムーズですね。あのグランドライブテストコースで一緒に乗ったじゃないですか、うん、僕あの時よりなんか印象いいなと思って、うん、オーラが。あー、確かに周りにある車と一緒に見るとかになるじゃないですか、うん、オーラを、うんうん、割と存在感あるし、うんうん、ポロと並んだ時もそうでしたけど、うん、あ結構ちゃんとプレミアムしてんじゃんと思って確かにね、うん、
彼らがデザインしてるのは、うん、その車に乗るドライブライフを、うん、その新しいドライブライフ感っていうのをね、うん、デザインしてるんだろうなと思う。確かにそうですね、うん、一つ一つこう個別にやってる感じではなさそうですね。そうなの、うん、そうなの。だ人がどう感じるかっていうのはやっぱり一番重要だと考えれば、うん、やっぱり日産は今一歩先のことをやってますよね。ですね、うん、さあ上り坂行ってみましょう、行ってみましょう。おお、結構しっかりしてますね。割とは、まあ、割とっていうかこう足回りもちゃんとしてんだよな。そうで今ねうねりがありながらカーブに差し掛かって、しかも上り坂っていう場所で、うんうん、ハンドル切り込んでるんですけど、うん、ラインが変にブレることもなく、うん、結構ソフトに受け止めながらちゃんとね走っていく感じがする、うんうんうん、でこのモーターの制御もアクセルの力加減でこっちも結構うまくやってますね。そうですね。いやーでもいいな、頑張ってる。いいよね、うん、いいよねっておかしいですけどおかしいんですけど、うん、あやっぱさテストコースの中だけじゃわからないことってあるじゃない。ありますね、ね、うん、まあ、そのテストコースでの様子は、まあ、この間ね動画撮ったから そ, う そ, うそっちも見てほしいけど、そうです、ね、うん、さあまた合流FF も結構やっぱ早いよね。中間加速がやっぱ伸びてる感じするよね。そうだね。あとやっぱりアクセルこう踏んだり緩めたりっていう時の、うん、このピッチ方向の沈み込みとか顎が上がっちゃったりっていう動きが少ない感じがする、うんうん、ちなみにこれエコがデフォルトなんですよね。あ、そうか。そう、スポーツにしてみます。あ、スポーツになった。スポーツにするとお、なるほど、なるほど。やっぱ踏むとエンジン発電しますね、うん、そうですね、パワー必要ですからね。あ、確かにスポーツの方がエンジン積極的にかけていった感じですね。でもそのエンジンの回り方はね、うん、なんかちゃんと踏み込みに対して連動して回ってる感じがして、なんか違和感ないですよね。そうですね。ちょっとプロパイロット試してみます。あ、そうですね。このハンドルに分かりやすくこのブルーのスイッチがあるんで、これで押すともうOK、これで画面がでかい。セットされた画面でかいね。画面がでかい、分かりやすいねこれ、うん、そしてこの車線の真ん中を走らせている感じが、うん、ポロよりもなんかすごくしっかり制御されてる感じが、うん、なるほどなるほど。でその制御されてるっていう感覚をドライバーにこのハンドルの感じでしっかり伝えてくるよね。あというわけで藤友さん、2台も並べて乗ってみてだいぶ違いましたね、やっぱりね。やっぱりポロはドイツメーカーらしい魅力を持った車だったと思いました。まあ、フォルクスワーゲンというと、まあ、最新の技術を民主化していくブランドとしてはそのドイツの交通環境で鍛えられた質実剛健な走りっていうのをベースに、そこからその日常での使いやすさであるとか長距離移動の安定性であるとか、やっぱりそういった部分はしっかり光ってましたよね。まあ、このノートオーラはやっぱり最新世代のモデルとしての魅力があちこちに散りばめられたとても魅力的な車だなって感じました。まあ、特にインフォテインメント系であるとか、あとはもう液晶メーターであるとか、まあ、こういったところの、まあ、新しいものと向き合っている感覚っていうのもすごく魅力的に思いましたし、あとは日産の、まあ、最近のモデルの推しである e パワーですね。やっぱこれならではのモーター走行感っていうのはやっぱりちょっと通常のエンジン車からは得られない新しい快適性と、そしてスムースさと力強さ、なんかこれがしっかり出ている感じもしましたよね。というわけで今回は同じほぼ同じ価格のオーラとポロ比較してみましたの巻でした。藤友さんありがとうございました。ありがとうございました。